そうで。うまい。食べた。めっちゃ食べたけど、どう福岡。店もたくさんあるし、あるね、やっぱね、違うね、楽しいよ、ね、こういうんじゃなかったね、もっと楽しいはずやってきたね、残念、こういうのでコロナさ、やっぱり8時までっていうのはね、厳しいわ、お店も我々も、まあ、また次回そうやね、もうちょっと、うん、まだまだいっぱいあるから、とりあえず明日ちょっと計画が中の変更になったダガイフと、あれな、あ、そっか、今日糸島一応行ったことがあるから、とりあえずダザイフ、皆さんにダザイフを紹介しよう、子供たちのお札買わなか、あのお守り、まあもうちょっと頑張りましょう、それ変か、じゃあですね、楽しくいきましょう、そうやね、お通しのね、つくねとオイルサーディン、何のサンマのオイルサーディン、うん、でこっちがスモツのネギマグロ、福岡の人たちは鶏の皮や鶏のもつをこうやって酢の物にして食べます、家でもよく食べます、スーパーとかに普通も売って、なかなか普通はいい、怖いスモツとかは食べる、でもすごい美味しい、うん、でちょっと混ぜよう食べよう、チーズの塊でもいいね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ジュースしないと、セリに地鶏ももやってきました、これは焼き鳥のセットですね、博多は焼き鳥屋さんも多くて、焼き鳥がすごい美味しいです、お店もたくさんあります、めっちゃある、天神にもたくさんあります、で今は野菜巻きが流行ってて、野菜でしか、ね、不思議なのが豚なのに焼き鳥っていう、これどこだっけ、福岡も言ったよね、福岡も言ったけど、福岡も、福岡は焼き鳥が豚なんて、もちろん焼き鳥って鳥もたくさんあるけど、あとね、皮、うん、鶏皮、めっちゃ手が込んでるのに安いっていう、カリカリ、はい、ヤンコンとオクラ巻き、うん、焼き鳥につけて食べる七味や山椒、はい、でもちょっともう一つ分かんないけど、これ一味じゃないか、一味か、一、七、山椒、これつけて焼き鳥食べます、これかっこいい、これずり？これカレーや。うん。ね、全然山椒やなかった。カレーの塩に一味に。
いてみよう。ください。どう？いや、ありがとうございます。みょうが、みょうが、食べてみて。みょうが食べよう。みょうが、みょうがの、豚バラ巻き、豚バラ巻き。大人の味。おいしい。これはいつらじゃ食えない。しいたけ、万願寺唐辛子、そしてレタス巻き、野菜巻きですね。いいですね。美味しいです。ヘルシーで。いい。じゃーん。サービスでシャインマスカットができました。うん。いただきます。あ、今ここで。会計はどこですか？あ、わかりました。はい、博多の夜です。こういうご時世ですが、川端はすっごい綺麗です。こっちに来るときに中洲の屋台見てきましたが、2軒しか空いてませんでした。帰りはまた通りますけども、5時過ぎの時点で2軒しか立ってないってことは、おそらく2軒のまま、本日は終わりかなと。本当こういうことが行わなければ、高いだけの屋台っていうイメージあったけど、こんな状況では頑張ってほしいかなと思います。今博多3年住んでました。本当に楽しかったんで、また遊びに来たいと思います。はい、やはり2軒みたいですね。まあ2軒しか2軒しかないから余計に人が集まるんやろうけど、普段はね、もうもっとここずっとね、並んでね、はい、今日の泊まりのホテルはこちらです。ちょうど部屋が、部屋見える？多分どれかやね、11階。やっぱでかいな。まあね、中洲ではいいホテルだけど、中洲も安いリーズナブルなホテルもたくさんあるしね。そう、一泊6000円7000円もいっぱい出てるから、うん、そういうとこ泊まってね、ちょっと中洲に福岡観光ね、そうそう、うん、美味しいもん食べたりしたらいいと、いいと思います。はい、キャナルシティか、キャナルシティ、あ、そうや、キャナルシティの噴水ショー見ようって言ったのに、時間がなくてギリギリやらんかな。西海はとにかく8時に閉まるけ、あれあれちょっと紹介したかったな。今の時間早く、なんか今音聞こえてるけどやってんじゃん。もうショーは終わっちゃいましたけども、今なんか噴水が吹き始めました。こういうのが1時間に1回音楽とともに、噴水ショーが行われてます。まあこれで少しでも雰囲気をつかんでもらえれば、幸いです。